まあ、アイテムは、まあ、そんなに飛んでないですけど、飛びますよ、こうやってやってたら。あ、黒電話ありがとうございます。あ、土曜日料理対決。あ、ツイートしとくわ。見る？一応ね、見てくださいよ。ちょっと待ってね。で、パル行くって、その話題になってた？うん、ちょっと待って。ちょっとやってあげる。一応、なんか宣伝じゃないけど、行くって。じゃあ、土曜日楽しみにしといてね。なんかぼやけてる？なんかぼやけてない？ぼやけてるよな。ちょっと悪い悪い。ぼやけてる？ちょっとごめん。ごめんな。ちょっと携帯で不便だわ。これなんかぼやけてるよな。これね、動画を作ってくれた人がいるんで。これまたツイートしときます。なんかぼやけてない？画面を横にしてぼやけてない？気のせいかな。なんかぼやけてるよな。なんでだろう。ピントがずれてる。安物って iPhone X だよ。これどうだ？光の加減だろうな。光の加減が反射してる。これでどうだ。ちょっと我慢して。うん、ぼやけてるわ。電気消せよ。光がピンとして、これでいけるか。ぼやけてるわ。じゃあ俺が登場する前にちゃんとやっとかないと。ぼやけてる。わかった。しょうもないって言っちゃったら。どうでもええなら見るなや。ぼやけてるわ。ぼやけてる。あ、ちょっと見えるわ。アイドル来たー。このね、最後の審査員が美少女アイドルなんで、これはね、あの、おばはんがおばはんって書くなよ。やめてね、そういうの見苦しいから。うん、おばはんがおばはんって書いちゃダメだよ。あの、アイドルです、アイドル。これ審査員来るんで、もしかしたら素敵なね、出会いがあるかもしれません。素敵な出会いが。何歳からおばさん？まあ一般的にはやっぱ40代からじゃないの？どうなんだろう。あ、20倍100個ありがとね。
20倍メニュー考えよう。3000円だって。3000円だったら結構なもん作れない？3000円、3000円だったら何作る？いや、パスタ3000円ってすごい豪華なの作れるよ。うん、いや、トモヨンは おばさんじゃないよ。あった感じ、ウニパスタなんかでも簡単そうだから、もっとパンチがある配信映えするやつがいいかも。献立のテーマ、いや3000円、ナイスしました、ありがとう。でビーフシチューはゆうたくんが作ってた、モンジョリの家。もっとなんかパンチのあるもの、あ、ローストビーフいいかも。うん、ローストビーフはあれ簡単だからね、焼いて切ればいいから。あ、パエリアか。あの、おばさん受けする料理シーナインがおばさんだから、おばさん受けする料理がいいんじゃないですか。筑前煮とかに、煮物行こうかな。煮物、あ、ジュラップ終わりました。あ、カルパッチョでもいいけど煮物がいいんじゃない。あ、縁起いいからタイでも行く、に魚の煮付けとかね。和食で行こうか。じゃあご飯と魚と煮物と味噌汁とかフルコースで行こうかな。和食で3000円で和食作るわ。あの、自分も食べたいし、マジでまともな飯食ってないです、ここ最近。まともな飯を楽しみ。でも一つあるのは、あの、多分ね、おのおの配信つけてやる感じだから俺に苦手なんだよ。一つにまとめたいタイプなんだよ。だから誰かの枠に出るかもしれない、自分で放送つけないかもしれない。あ、5個ありがとう、ありがとうね。昨日作ってもらわんかった、お汁粉作ってもらったよ、美味しかったよ。いや、あ、そもそもデートって今日じゃなかったしね、今日じゃなかったんだよ。でももう亡くなったんでね。あ、ごめんなさい、大きくしてて、うるさい、すいません、ごめんね。あれ、女の声がする、ギク、まさか隣の部屋に。デート亡くなったんだよ、怖かった、怖くなったって。あ、すごいの来た、アルサイアンス高額アイテム、これ今買えるんすよね、限定で。ありがとうございます、3000円の高額アイテム。ナイスがないけどって、何が？そか、すごい触りたいわ。つか、お腹すいたし、ウーバーダメ、誰も頼める人いない？どっか食べ行く？すごい触りたい。じゃ、ご飯食べ行くか、どうする？ハニー号で行く？プリウス号で行く？じゃあ、重大発表はミコとアサミともう会いませんっていうことです。ウーバー頼んだよ、そうなの？で、誰？あ、プリウスまだ見てないわ、そういえば、どうなってるか。あ、850ナイス、ありがとうございます、ありがとうございます。850人もね、応援してくれてると思ったら、こんな俺を、心強いですよ。あ、匿名さん、ごこ、ありがとう、あの、ごありがとうね。ちょっと車の確認行くか、状況を。ポッキーがある、ポッキーゲームがしたい、ポッキーゲーム。902、いや、なんか押してくれんじゃん、みんな優しいね、人いだと。ニコがいたら荒れてるんだろうね。
前の唇、チョコレートよりも甘えわ。次の女の子行こう。待ってください。もう、やめます。地雷ばっかりなんで。恥ずかしくないよ。俺は実際に喜ぶと思って言ってる。みんなが。あ、ありがとねー、一個。ゆかさん、ありがとねー。恵方巻きってどっかお店で食べれる？作る元気ないよ。あ、10個10倍。ありがとねー。匿名さん。ぶっちぎりの1位ですよ。でもちょっと総合のね、順位、上位も狙ってるんで、3位ぐらい目標にしてるんでね、お願いします。投げれる人は。で、今回のイベント、結構倍出るから、投げてみ。で、マジで出るんですよ。倍が。掃除に行こうか。結構です。簡単に男の家にね、入ろうとする、そういう女性は地雷の可能性が高いんで、お断りします。恵方巻き巻こうか。いや、結構です。近寄ってこないでください。やりたいんでしょ？もうやりたくない。興味がない。地雷の女に。ガードが軽い女に興味がないです。こいつに投げつけたい豆を、いいよ、じゃあ来る？それならいいけど、俺を目の前にして本当投げつけれるのかな。見てみたいわ。コメントでしか生きれないくせにそんなこと言っちゃって、俺は逃げも隠れもしないよ。家もバレてるし、来たらいいのに。ヘタレかす、お前のがヘタレだよ。来ればいいのに。来る度胸もないだろう。髪型変でもいいですよ。何なの？今日もやるの？喧嘩する？また今日も。やめても、コメントと喧嘩してる自分が惨めになってくる。それ、仲良くしてくださいよ。お腹すいた。マジでお腹すいてる。昨日のせいで。そうだね。わかんないよ。なんか影の力が動いたか知らないよ、なんか。嫌がらせしたとかね。知らないけど。ラーメン行くなら、初めての二郎ラーメン。食べたことないんだよ、ラーメン好きな割に。で、マシマシ食べようかな。マシマシ。せいじ恵方巻き作ってる。いいね、ういたんと仲良くて。羨ましいよ。嫉妬はしてない。はっきり言うけど。で、夜はチンコに海苔巻いてもらって、くわえてもらうの。南南東でも抜いて。ふざけんなよ。ほっぺ、これニキビだよ。みじんこちゃん、ありがとう。ありがとうね。女いると自由がない。まあ、確かにね。彼女ができて同棲して、毎日カップル配信も見たい、みんな。それちょっと難しいよな、配信的に。たまにならいいけどさ、毎日はちょっと、あれこそ秋が来ちゃうんじゃない。5個ありがとね。ありがとね、5個。爆投げ来た？50個。ありがとね。すごい5個投げ。同情してくれたかな。ありがとうございます。5個レトロたくさん。あまーちゃん、ハートはラブだよ。ありがとう。5個投げの人もありがとうね。嬉しいです。ありがとうございます。平穏な日々が訪れて。チョコビです。今日は痩せた。6キロ痩せました、1ヶ月で。でもお腹はね、まだポコッとしてるんだけど、
割とね痩せてきてるんですよ。目標78キロ半袖大丈夫だよ、暖房つけるから。78キロまで痩せます。皮たるみそう、痩せたら。でも金梅さんいるじゃん。金梅さんって今腹筋割れてるんだけど、お腹全然めちゃくちゃ伸びてたけど伸びてないね。頑張ってください。ありがとうね。どんな受講ありがとうございます。あの5個投げの人は大丈夫だからね。あの俺ちゃんと守るからね。私こそ前は、いや、いいんだよ、まみちゃん。うん。ごめんね、俺も。気持ちいいね、仲直りすると。あ、黒電話、ありがとうございます。ハグハン。ナイスの、いいんですか？集団いじめリスナー、ここですよ。毎日ね、僕の枠に来てね、僕をいじめてくるんですよ。特定のリスナーさんが。やめてください。僕一人に対して何十人とねアンチしてくるの。来るなら一対一で適切なもの言ってくださいね。いいっすか。